はい、こんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。さあ、今日のお話は、まあ、11月からね、えー、ついにあの、13代目の市川團十郎襲名披露の公演、東京の歌舞伎座で、もう本当待ち焦がれましたね。えー、ついに、その、開演でございます。新しい團十郎が歌舞伎に誕生します。で、その公演に合わせまして、いわゆる、成田屋待ってましたあの、掛け声ね。 大向こうが、ま、ずっとコロナで、えー、ね、あのー、禁止されてましたけども、解禁、再開ということになりましたね。うん、で、これが、ただ、この全面解禁ということではなくて、えー、毎回の公演の定員が2名なのかな。で、あの、劇場、劇場から、ごめんなさい。 指定された、まあ、許可された、ああ、その掛け声をかける人が、うん、あの、四階席ということは、つまり、普段、いわゆる一枠組みの自由席としてね、えー、使われてる、あのー、箇所ですよね。その、下手寄りと言いますから、うんと、花道のちょうど真上に当たるところかな。なんでそこになんか、あのこう、透明のボードの大越しに、マスクをした上で、まあ、飛沫防止ですよね。で、えー、なりたい かけると、うん、ということになったんですねで、えー、この YouTube でね僕は1年ぐらい前かなまあその頃もあもずっと掛け声っていうのはもう自粛で禁止されてましたからこのいつ歌舞伎にねまた再びあの活気のある掛け声大向子が戻ってくるかというそのお話をした時にあの大向子を解禁する時には まあ、あの、大向こうって今、あの、そういう愛好会のね、そういう会員組織っていうのがありましてね、うん、それは劇場公認の、まあ、そのメンバーなんですけども、おそういう人たちが、まあ、率先して声をかけてるわけです。で、まあ、今回もそういう人たちが、まあ、こう、許可を得たと、うん、ことなんですね。まあ、それでもっと言っちゃうと、僕もそういう組織に入っております。東京で所属をしてるんですね。うん。ただ、この、掛け声を解禁するときは、 そういう会のメンバーも一般のお客様も全てが平等に一斉に解禁と。うん、これが一番望ましいなというふうに僕は一年ぐらい前にそういう自分の個人的な意見というか考えを述べたんですね。で、結果的に今回の團十郎襲名に合わせた大婿の解禁は僕が一番望んでいた理想とはちょっと違う形で 会に所属してる人たちが、人たちだけが許可されてね、えー、そのお婿をすると、うん。そういう、まあ、僕の希望とはちょっとか違う形でね、えー、まあ実現したようでございます。で、えー、これはね、まあいろいろ考えというか意見があって、うん、僕はあの本当にね、いざ掛け声が解禁されるときは、 もう会の人であろうが、一般のお客さんであろうが、本当に分け隔てなくね、平等に、こう、本当に気持ちが高ぶって、もう心からその舞台を応援したい、歌舞伎が応援したいという掛け声をね、バッとこうみんなが平等に届けると、もうみんなが等しくフラットに、本当に平等に自由に楽しんでこそ、歌舞伎の醍醐味だなというふうに思ってるもんですからね。 うん、あのその意味ではちょっと、あのー、残念な気もしてるんです。うんまあ、僕は会の一員ではあるけども残念な気がしてはいるんですね。うん、だけどもやっぱりね歌舞伎というその演劇に歌舞伎というその舞台芸術にね舞台芸能に伝統芸能にやっぱりあのここぞっていう時にパッと客席から飛んでくる「なりたい!」 終わってましたとかね。大当たりとかそういう、この舞台を活気づけるあの声のエネルギー、うん、声で舞台に自分たちも参加していくと。ね、客席と舞台が本当にあの掛け声でもって一つになるというね、その歌舞伎のダイナミックさね、うん、その活気ね、うん、こういうものがずっとコロナで、あのー、中断されてたけども、それが元の歌舞伎の状態に戻るということはね、やはりこれは、 まあ、あの、喜ばしいことだと。うん。一歩前進したというふうに。まあ、いろんな議論を経た上での、これは決定でしょうから。まずは、いいふうに受け止めてね。うん。さらに、この、この先に、みんなが平等に、もう会であろうと、普通のお客さんであろうと、平等に持ってました。 なりたいあでもいいですよ。大人やでもいいんだ。なりこまや。なんでもいいんだ。ね。そういう真っ白や。もうこう、そういうものがもうこう、自由に飛び交う。あの、元気いっぱいのね。本当に楽しさいっぱいの歌舞伎に戻っていくための最初のステップだと。うん。そういうふうにね。いいふうに解釈して、この十三代目市川團十郎襲名披露公演がね、大いに大いに盛り上がることを期待しております。 ちなみにね、まあ今回、あのー、下手側でのその、あの、掛け声ということなんですけど、あれ掛け声ってね、まあ自分も掛けてて面白いもんでね、なんかね、自分がなんとかやーってやりやすいポジションっていうのがね、だん,だん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 見ていくうちにおのずと決まっていくんですよね。で、僕はね、学生時代に、大学時代にどん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 歌舞伎が好きになっていって、もうその頃はまだあの、立ち席、幕見席に入り浸って、 で、こうやってたわけですよ。その、なんとかやってのもね。うん。で、その時はね、今回のその解禁になっている場所と同じ、一番下手のね、一番端っこにね、ちょっとあの、下がってやりますとね、こういう風にね、壁にね、もう背もたれして、こう完全にお芝居の最初から最後までずーっと立ったまま見て、なんとかやっとやってたんですね。 それはつまり背中がこの壁にひっついてるから立ち上がって見てても後ろのお客さんに迷惑のかかりようがないわけですね。ね、だって後ろにもういないから壁だから。だからそうやってもうなるべくこう立ち上がって花道もこの舞台もなるべく見通しを良くしててここで本当にずーっと ずっと丸一日立ったまま、張りバヤーとかね、もう、ぶり込めやー、もうずーっとやってました。うん、だから、今回、下手の場所が解禁になったと聞いて、なんかとっても懐かしい気がするんですけども、ところがね、その後ね、えー、その、自分も、その会に入れていただくようになった。それでね、いざね、大向こうの会員になったらね、どういうわけか僕はね、今は反対のその、紙手寄りに、ということはつまり、 こうずっと上の席からこう舞台を見下ろしていくときに、こう対角線上に花道を見下ろしてるようなポジションね。で、そこでね、掛け声を掛ける方がなんか自分の肌にしっくり合うようになってきたんですね。だからずっと歌舞伎を見続けていくうちに、なんとなくね、どのポジションで舞台を見るかっていうのもね、居心地と言いますかね、なんか心の安定感っていうのがね、なんか微妙に変わっていくんですね。 うん、これもまたなんか面白いもんですよね。うん。あのー、ちょうどなんだろうな。釣り人が、魚を釣るときにあの、自分が一番こう、その魚が釣れるっていうベストポジションっていうのがなんかあるみたいですよね。うん。なんかそんな感じかな。この歌舞伎を見るときに、どのポジションで見てると自分がなんか一番落ち着くというか、一番舞台に集中できるっていうものがね、 だん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 決まっていくんですよね、えー。そんな楽しさっていうのもあるような気がしますね。まあ何はともあれ、なんとかや乗りたいや待ってました大向こう、ついに再会でございます。歌舞伎がます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 活気づくことを、元気になっていくことを心から応援しております。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎でした。ありがとうございました。